台湾海峡の緊張が高まる中、中国福建省の海岸では宣伝用の撮影をしていたドローンが地元の漁師に敵と勘違いされ、泥で攻撃を受けました。台湾海峡に面する福建省の海岸で先月末、宣伝用の素材を撮影していたドローン、突然漁師の男性が泥を投げつけ、レンズに命中したのか、画面は真っ暗になってしまいました。中国メディアは、この男性は敵のドローンが飛んできたと勘違いして泥を投げつけたと報じています。台湾が実効支配する金門島周辺では、中国側から飛来したとみられるドローンが連日確認されていて、台湾軍が威嚇射撃を行うなど緊張が高まっています。